エイジム -12、エイジム -12 ブルパップ、ブルドッグの子犬のいは、アメリカ合衆国のマーティン・マリエッタによって開発され、初めて量産された空対地誘導ミサイルである。開発当初の名称は ASMN-7 であり、アメリカ空軍での名称は GAM-83 であった。初期生産型の ASMN-7 は、1959年から、 アメリカ海軍によって展開され、1962年の名称整理において命名規則が変更されたため、それまでの ASMN-7 から a g m 1 2に改名された。ブルパップは発射前に航空機からミサイルに目標の情報等を入力する必要がなかったために発射機の構造が簡単で誘導装置以外は航空機の回収も ほとんどしなくてよかったため回 -105、S-2 10、A-4、A-6、回 4, -4 等多種にわたる航空機で使われ、多くの他国にも輸出されたが、後により、先進の兵器、特にエイジム -62 ウォールアイ及びエイジム -65、マーベリックに交代していくことになる。1970年代にアメリカ軍から段階的に退役したが、 アメリカ以外の国ではかなり後まで運用されていた。一部の軍隊では現在も訓練用イナート弾としてまだ若干数を使っている。アメリカ海軍によるブルパップの開発が開始されたのは1953年からであり、正確な狙いを要求し、しばしば固く防衛された橋梁のような地上目標を攻撃することを目的としていた。これは 自由落下による通常爆弾では、対空火砲で防衛されている、目標上空を通過しなければならないために登壇する、航空機が危険にさらされるだけでなく、正確な照準もできなかったために目標を破壊する、ことが非常に困難だったという朝鮮戦争における、戦訓をもとに発案されたものだった。1954年4月に開発及び製造契約が、 マーティン・マリエッタに与えられ、新型ミサイルは ASMN-7 という正式名称を与えられることになった。試作型のザザム N-7 が初めて航空機から発射されたのが1955年6月であり、その後評価型のヤザム N-7 が制作された。ブルパップの開発には途中からアメリカ空軍も関わってくるようになったため、 海軍の ASMN-7 と空軍の GAM-83 開発段階では GAM-79 ホワイトランスという複数の名称が存在することにな訓練用ミサイルも含めるとかなり名称の混乱があった。ブルパップはロール安定化ミサイルであり発射された後ミサイルのビブにあるトレーサーと呼ばれる2つのフレアを使用することで 飛行中のミサイルをパイロットまたは、兵装オペレーターがしで追跡しながら、コントロールスティックを使用して、無線信号で、ミサイルに指令を送信し、目標に誘導する、手動指令照準線一致誘導方式のミサイルだった。一般的な用法では、発射武器の照準機の中心に目標を収めつつ、飛行し、トレーサーからのフレア光も、 照準の中心に位置するよう誘導させるという手順を取る。そのため、発射簿器は命中まで目標に向けて一直線に飛行することになる。なお、航空機に搭載された無線指令装置は、アン、アーはマイナス73または、アン、アーはマイナス77であった。 搭乗員から目視できる範囲でしかミサイルを誘導できなかったのも現在のミサイルに比べると大きな欠点と言えるが当時問題だったのは誘導指令を送る航空機と目標とミサイルが一直線に並んでないと誘導できないということであったこのために航空機は回避軌道を取れず結果的に敵の対空砲火にさらされることになったため当初の目的の一部は達成されていなかった この欠点のため、ベトナム戦争での戦績は、決して芳しくはなかった。あとに、エイジム -12A となる、初期生産型の ASMN-7 は、エアロジェット製 MK-8 個体燃料、ロケットモーターで推進され、250ポンド1 1 3キログラムの弾頭を搭載していた。1955年から、アメリカ空軍もブルパップの開発に参入し、 GAM-79 という独自の名称を与え、通称もホワイトランスとした。GAM-79 は、シオコール LR44RM- 2貯蔵可能液体燃料、ロケットモーターを搭載し、無線指令誘導装置を改善することとしていた。さらに、各弾頭搭載能力を持たせることとされたが、開発に時間を要することから、 初期生産型の ASMN-7 を GAM-83 として導入することにした。初言。a g m 1 2 b は、ブルパップ A とも呼ばれる。A は、解明される前の ASMN-7A の、末尾の記号に由来する。GAM-79 として開発されていた、ホワイトランスは徐々にブルパップの開発と合流し、誘導装置以外は、 ASMN-7A と同様のものとなった。このミサイルは GAM-83A と命名され、通称はホワイトランスが廃止されブルパップに戻った。名称整理の際に ASMN-7A と GAM-83A は一律に AGM-12B に改名されたが厳密には異なる部分も温め混乱もあった。初言。 AGM-12C はブルパップ B とも呼ばれる。B は解明される前の ASMN-7B の末尾の記号に由来する。AGM-12C はそれまでのブルパップと比べて大幅に大型化され、より大型の1000ポンド4 5 3ラムの弾頭改良されたロケットモーターと誘導装置といった改善が施された。ロケットモーターの改善によって、 数値上の射程は延伸されたが、目視誘導であることは変わらなかったため、実戦での射程は伸びなかった。1962年に試験飛行、1964年から運用が開始され、アメリカ空軍でも使用された。生産数は4600発以上。初言。a -12D は、 アメリカ空軍が開発した GAM-83B であり、核出力1から1 5トンの W45 核弾頭を搭載することができた。GAM-83B の直径は GAM-83A、A ジム -12B よりわずかに大きくなっていた。初言 A ジム -12E はアメリカ空軍によって エイジム -12C をベースにして作られたブルパップの最後の派生型である。ベトナム戦争において対空サイトを攻撃するために生産され対人クラスター爆弾を搭載していた。生産数はブルパップの全生産数に比べるとわずかで800発程度であった。諸言。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。